岩下大輝は、石川県ホース郡の都庁出身のプロ野球選手、宇藤右内、千葉ロッテマリーンズ所属。小学校1年生の時に、内灘エンゼルスで外野手として野球を始め、小学校4年生で、諸江プリンスに移籍。清涼中学校を経て、清涼高校に進み、1年生の秋にエースになった。2年生時の、 第95回全国高等学校野球選手権大会1回戦で先発投板6回に3を投げ被安打129失点でチームは敗退した3年政治の第96回全国高等学校野球選手権大会石川大会では山下阿文を擁する小松大谷高校との決勝戦で先発投板し3回を投げ6失点し4回から 右翼手に回った。0から8となった9回の表に再登板し三者、連続三振に打ち取ると、チームは9回の裏に、自身の2点本塁打を含む9点を取り、逆転さよなら勝利を収めた。全国大会では3試合で、先発登板、計25回に、3を投げ飛安打16、脱三振24、失点10、防御率3.51の成績で、 チームも3回戦で敗退した。高校通算では7本塁打を放った。2014年10月23日に行われたプロ野球ドラフト会議で千葉ロッテマリーンズに3巡目で指名され契約金5000万円、年俸600万円で合意し入団。背番号は46に決まった。2015年8月27日のイースタンリーグの 対東京をヤクルトスワローズ戦でに、軍公式戦初登板し、2番手で1回を投げ3、失点だった。この年は、イースタンリーグに2試合登板したものの、11月6日に、右肘の内側側側副人体の再建手術を受け、全治10ヶ月の見込みと発表された。2016年9月6日のチャレンジマッチで、フューチャーズの一員として登板し、実戦復帰を果たした。 しかし、イースタンリーグでの登板はなくシーズンを終えた。2017年は、イースタンリーグで15試合に登板し、防御率2.48という成績を残したが、腰痛に悩まされ一軍登板はなく、11月14日に、腰痛椎間板ヘルニアの手術を受けた。2018年は7月21日に中継ぎとして、一軍初昇格を果たすと、 同24日の福岡ソフトバンクホークス戦、12回裏1点リードの場面で、ブルペンには岩下一人しか残っておらず、セーブシチュエーションでプロ初登板。味方の失策もあり1回1失点で、初登板初セーブとはならなかった。8月1日の北海道日本ハームファイターズ戦では、プロ初ホールドを記録したものの小林正秀、投資コーチに先発適性を見出され9月10日に、 登録を抹消され、2軍で先発調整となった。10月5日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦でプロ初先発となり、6回無失点でプロ初勝利を挙げた。1軍では18試合の登板で1勝3敗6、ホールド防御率4.56という成績を残し、2軍ではイースタンリーグ優秀選手賞を受賞した。2019年は開幕ローテーションにリコそ逃した。 ものの、開幕戦に先発した、石川由美が2試合目の先発に向けた、調整中に腰を痛め登録抹消となり、すぐに先発機会が巡ってきた。3試合目の先発となった4月17日のソフトバンク戦、6回無失点の高頭で、今季初勝利を挙げると先発ローテーションに定着した。しかし、8月6日のソフトバンク戦で一塁、ベースカバーに入った際に右足を負傷し、 一回で降板。病院で検査した結果、右足関節内反燃座と診断され翌日に登録抹消となった。一軍復帰した9月は中継ぎとして登板し、この年は21試合に登板した。5勝3敗1ホールド、防御率3.64という成績を残し、オフには小学校の同級生である一般女性との結婚を発表した。2020年は、 オープン戦、練習試合で結果を残せなかったが、西野雄士が、右肘内側即腹人体損傷により離脱。西野と入れ替わる形で開幕ローテーション入りを果たし、シーズン初登板となった6月25日の、オリックス・バファローズ戦で5回に、3を投げ、無失点の高頭でシーズン初勝利を挙げその後も、先発ローテーションを守り続けた。しかし、 10月4日に新型コロナウイルスに感染したことが発表され翌日に特例2020として出場選手登録を抹消された。10月25日のオリックス戦で一軍復帰を果たし、11月8日の埼玉西部ライオンズ戦、CS 進出に向けて負けられない一戦となった、この試合では今季初のリリーフ登板。2回1、三を無失点に抑える高で、 勝利投手となった。新型コロナウイルスの影響で120試合制の短縮シーズンであったが自己最多の7勝を記録した。17試合で7勝7敗、防御率4.20という成績であった。2021年も開幕ローテーション入りを果たし、前半戦だけで自己最多を更新する発勝を記録したが、後半戦に入り三先発で防御率二点零零と大きく。 調子を落とし9月2日に登録抹消となった。最速時速1 5 3キロメートルのストレート、カーブ、縦、横2種類のスライダー、フォークなどを投げる。5 0ル走のタイムは6秒4、遠藤1 0 0ル。岩下の新生賀と、名字が同じである縁で、2018年10月5日に、岩下が初勝利をした際には、岩下の新生賀1年分が送られ、 2019年シーズンに岩下食品とスポンサー契約を結んだ。ありがとうございます。